皆さんこんばんは。龍が如く6命の歌発売1ヶ月前スペシャル特番 MC を務めさせていただきます椿奈です。よろしくお願いします。はい、ということで早速本日の出演者の皆さんご紹介してまいりましょう。まずは龍が如くシリーズ総合監督の名越とちひろさんです。はい、どうも名越です。今日はちょっと違う雰囲気で龍が如くだけの番組になりますけど、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そうなんです、このバックとともにね、田村長ということでお届けしたいと思います。いわゆるクロマキーってやつですね。そうなんですよ、これはいわゆる合成です。いや、それはそうですよ、本当にね、もちろんいるわけではないですけど、でもテンション上がりますね、なんかそうね、こう見てるとね、はい、なんか、ま、ね、緑色なんだけどね。ね、言っちゃバラしちゃダメですよ。もう我々のそう、生活と、いや、このまんまですよ。はい、ということでこちらの方も、ご紹介してまいりましょう。龍が如く6命の歌ディレクターの坂本裕之さんです。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。最近痩せたという噂、はい、そうかもしれないですね、はい、ちょっと髪も、ね、ちょっとさっぱりと、はい、龍が如くも作って痩せちゃったいろいろ方々で言われています。最近だいぶ戻ってきたんですけど。あ、そうですか、まあ、でも早いよ、戻すのが戻すのが早かったです。もうちょっとキープするか、うん、いやでも魂を込めてね、うん、ということでございますよ。さあ、ということでですね、今回の龍が如く6命の歌発売1ヶ月前スペシャル特番は、ニコニコ生放送、そして、アベマ TV フレッシュにて配信しております。こちらの方もあのコメント拾えるようになっておりますので、どちらも、はい、皆さんコメント打っていただけたら嬉しいです。あ、今日は緑茶杯はないんですかってコメントがあります。今日はね、そう、お酒がまずないのと、あと芸人さんがいない。あ、そうですね、うん、あと質問、あの生で聞けもないので。あ、そうですね、質問コーナーも、質問がない分なるべくコメントを拾っていこうと思うので、うん、ぜひ書いてください。お願いします。そうなんです、いつもあのセガ生というね、セガの情報番組やってます。乾杯したいのにって。そうなるほど、もうすでにお酒待機してる方もね。すいません。そうなんです、いつものセガ生とはちょっとこう変わったね、いうことだけということでお届けしてまいります。はい、あ、でも坂本さんにもコメント来てますよ。ありがとうございます。坂本さん見えてるとかね。あ、なるほどね。あ、うん、そうかそうか、セガ生特番的なイメージで撮ってた方もいたんだ、うんうん、あ、だからお酒ね、そうだそうだ、そうかそうかっていう方もいらっしゃったかもしれませんね。告知ミスですね。いやいや、龍が如くだけです。でもアベマの方も今日コメントすごいですよ、待ってました。あ、嬉しいな、うん、待ちきれない新情報、お酒なしは大丈夫ですかとか、ね、ありがとうございます。ありがとうございます、こっちも見てますよ。まあ、まずその前にですね、まあ、もう発売1ヶ月控えまして、名越坂本さんの今のお気持ちなんかもちょっと一言ね、伺えたらいいなと思いますが、ね、名越さんいかがですか。そうですね、もう、いや、もう当然完成してますし、うん、はい、まあ、なんでしょうね、もうこの時期はもう何も逆にやることがないので、うん、うん、まあ、次のこと考えたりもちょっとしますけど、それ以上にちゃんとこう届くまでがドキドキの、でもドキドキしても始まんね、どうですか。それもだと思いますけどね。坂本さんいかがですか。そうですね、開発ももう終わって、あとはこうね、いろいろこうプロモーションであったりとか、まあ、そういう広告でゲームの良さを発売までこうしっかり伝えるっていうのが残り仕事なんですけども、うん、いや、ただね、今回はかなり大変でしたね。いやいや、でも龍が如くだってほぼ1年に1回ぐらいのペースで出されてるから、結構今までの中でも結構大変でした。そうだね、今までそのそうそう、もう綱渡り綱渡りでやってきたんだけど、うん、一番まずかったな。まずかったっていうのは締め切りが間に合わないかもしれないみたいなことですか。いや、もうもろもろです、なんか1回2回はもう締め切りぶち切っちゃってるんで。でもこれがダメだったらダメっていうところまで行っちゃって、だいたいそこのギリギリまでは使わないんですよ、時間って。はい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 、一応それはプロだから少しね、うんうん、それはバッファー持っとくんだけど、はい、うんうんうん、それも使い切っちゃったわけで、ね、危なかった。それぐらいやっぱもう盛りだくさんだし。そうですね、はい、いろいろ新しいエンジンでこう、ね、こうチャレンジングなこうものをいっぱい入れたんですけど、やっぱこうゲームのボリュームもそれなりにやっぱりこう作っていかなきゃいけないっていうところ、やっぱり今までのシリーズよりもやっぱハードルが何個も増えちゃって、そこでうまくこうパッケージングするっていうところで最後のこう調整含めてやっぱ結構ね、苦労した分すごく面白い内容になってる。
いやーね、体験版やられた方は分かると思いますけど、本当街の移動とかね、バトルとかも ね全部シームレスだから、でね、街のモブキャラも全部フルボイスだし、ね、作る側は本当に失敗したね。失敗って言っちゃダメ。いやだから失敗じゃダメ。いやだからちゃんとやった、やりきったんですよ。はい、やりきったんですけどね。そんななっちゃった一番の理由って多分フルボイスですよ。ボリュームが多すぎたってことでしょうね、きっとね。そう。いや、やる側からしたら嬉しい。いや、やる側からしたら嬉しいんですがね。はい、ということでね、一言ずつお話伺いましたが、今日は、こちらの面々でですね、発売まで1ヶ月迫りました龍が如く6命の歌を特集してまいります。本作の、新規ドラマシーンをですね、特別公開、ね、2つぐらいなんか出るんじゃないですか。はい、はい、いたしますし、実機プレイでのゲームの魅力もたっぷりご紹介してまいります。そして、まあ、先ほど名越さんちょっと言ってましたけど、サプライズ新発表なんかも、うんうん、とか、はい、うん、あるということなので、どうぞ最後までお楽しみに。さあ、ということで早速じゃあね、ご紹介してまいりたいと思います。今日は CM もないですね。そうなんです、 CM もないんですよ。 ずっとやってるって感じ。はい、まあでもちょっとせっかくなのでね、新規ドラマシーンをまずご紹介してまいります、はい、じゃあ名越さん、こちら一体どんなシーンになっているんでしょうか、ね、じゃあ、まあ、今回出ないんじゃないのなんて言われてますけど、一応じゃないよ、出てくる真島と冴島の、はいはい、シーンをちょっと見て安心していただこうかなというふうに思います。はい、そちらをご覧ください。チラチラこうね、PV とかでも吹かれてるシーンですけど、うん、全貌がこれ、あの前作からのね、あの間もね、そうです。はるかちゃん、ね、映像とかね、芝居とかの先生に話聞いてきた、細かいところの進歩とかもこれだけでもちょっと分かる。キリュウさんは大丈夫だ、うん、2週間もすれば退院できるってさ。そうですか、ありがとうございます。リボンのきらめきなんか、ああそれにしてもさっきのステージじゃ思い切ったね。ニュースで何回も流れてる。ただあそこで君が言ったようにはいかないかもしれない。元ヤクザに育てられたアイドルのステージでの引退宣言、その周辺で起きていた東上会や近江連合の抗争、テレビの騒ぎで分かってるだろうけど、君と桐生さんが一緒に暮らすには覚悟がいるよ。周りが静かになるまで少し時間がかかる。え、まあ俺なんかが外野から口出す話じゃないか。君らならきっと大丈夫、乗り越えられるさ。はい、秋山さんには本当にいろいろ助けてもらって。そういえばお仕事の方はいいんですか？町金の社長つっても、うちは秘書がしっかりしてるから、少しくらい俺がフラフラしてても大丈夫なんだ。気にしないで。はるかちゃんは？桐生さんが良くなったら沖縄のあの養護施設に朝顔に戻ることになるのかな？多分そうなると思います。私やおじさんにはあの朝顔が家で、あそこに住んでいる子供たちが家族ですから。そっか、じゃあカムロ町もまた寂しくなるな。そうね、長い。なんや、札の旦那方、えらい怖い顔して。患者ら怖がっとんで。俺に用やろ。あ脱獄で捕まんのはこれで2回目やな。話が早くて助かるな。酌量の余地はある。冴島隊が
おとなしくしろ。ジタバタする気なんかあらへん。ちっくそが、なんで兄弟ばっかりこんな目に遭うんや。ええんや。後のことは頼んだで、兄弟。お前らが登場会でごたごたの後始末しとる間、俺は無所で楽させてもらう。それから桐生一馬の病室はそこだな。あ、何やと。警視庁の者です。どうかそのままで。え、桐生一馬をカムロ町での暴行傷害並びに器物破損の容疑で逮捕します。さあご覧いただきました。いいですね。はい、小島さん、まあ、いろいろ登場シーン、うん、ね、登場シーンというよりなんかもういろいろこう前作からのつなぎの一番わ、はい、分かりいいというかですね、うんうん、シーンでこういう感じでつながっていろいろ動き出しますよお話がっていう、うん、感じです。なんかでもやっぱりこう映像がさらに進化して、ね、あの病院でのシーンとかもさらにリアリティが増して、あの、まあ、いろんなシーンがもうほんとたっぷり詰まってるんですけど、うん、逆にこう静かな細かい芝居のシーンの方が実は僕から見てですけどね、あの、あ、良くなってきたなっていう気持ちがこう伝わってくるものがあるんですけどね、うん、皆さんにもそれが少し分かってもらえたら嬉しいなとは思います、うん、はい、いやだから私パッと病院でのシーン見た時に、うん、すごいリアルだから簡単にこう頭の中でリアルなのが想像できた時に、うんうん、病院にいるの派手な人たちだなと思いました真島さん病院の派手だなと思って一瞬なんかでもそれがパッと思い浮かんだってそれだけリアルだなと思って、ね、うん、ね、派手でしょ。であとそのみんな同じこと書いてるけど、あの器物破損って言われた時にこれ自分たちのプレーのせいなんじゃないかみたいな散々、ね、自転車とかいろいろこう、はい、壊してたからそのせいなんじゃないかみたいな、うん、それはその通りですドキッとね、すいません、心が、ね、痛くなりましたよね、すごいわかります。はい、ということでね、ご覧いただきましたが、うん、いやちょっと皆さんどうですか。あ、ごめんなさいってコメントも多いですけどあ、キャラデザがちょっと変わりましたかみたいな、冴島さんのことかな、なんかいうコメントもありますけど、あ、冴島鼻低くなりましたとかまあ細かくなったっていうことが正解ですよね、そうそうそう、きっとね、うん、グラフィックがです。うん、はい、しかも6はそうですよあの体験版でもありましたけど、コンビニもあれだからもっといろんなことできちゃいますからね、器物破損の話で言ったら、ね、はい、それ後でまた磁気プレイも出てきますね。あ、そうですよ、はい、はい、そこら辺でもお見せしたいと思います、うん、さあということで続いて永瀬さん、どんなシーンを、ね、まあ今回山下プロさんに楽曲書いていただいてますし、はい、一応テーマソングとしては総合という楽曲を当ててるんですけど、うんうんうん、ね、その辺のが流れるオープニングのムービーを、はいはい、見てください。はい、
声優陣でちょっとこうね、から聞こえる一気に。アジア街で火が出てるぞ。火元はアジア街の複数箇所でほぼ同時に確認されています。じゃあ放火ってことは消防はもう向かってんだろうな。避難の誘導は待ってます。でも火の回りが早くて。アジア街が全部焼けちまう。おどうですか、ここまで出すんだ。いい流れでしょう。把握してあの炎の大きさが私の誠意だと受け取りいただきたい。それじゃあ我々とあなた方の永遠の絆と繁栄を祝して乾杯してもよろしいですかな。ご覧いただきました。オープニング看板落ちて終わるのかと思ってたら、その後も一応出したね、はい、で問題はないです全然、うん、期待していただければと思います。はい、でもやっぱこう山下達郎さんの曲が良くてもう流れた瞬間みんなちょっと、ね、私 もう鳥肌ぶわっとってね、なんだろう、泣きそうになっちゃうというか、ね、いいですね。いや他にもいろいろ使って、うん、楽曲もいろいろ使ってますし、はい、あの一つの楽曲もまた違う場所で違うパートを使ってたりするんで、うん、はい、もういろいろ感じてください。はい、で坂本さん今2つの、V を、ね、ご覧いただきましたけども、はい、坂本さん的にいかがですか、この2つのシーンについて。物語の導入をこう、ね、こうお伝えする意味ではやっぱこうPS4 になってかなり表現力も上がったので、これ前のシリーズのイベントシーン、ムービーシーンと比較してもかなりもやっぱ皮膚の質感も含めてですけど、もう歴然とこうやっぱり PS4 専用で作ってよかったなっていうのが今見てもやっぱすごい感じるので、これぜひねちょっと実際あのリビングでしっかりこう見ていただきたいかな。ね、かなりこう細部までこだわって作ってるので、うん、その違いをねぜひちょっと感じていただきたいなと思いますね。うん、そうセガ生でも名越さん毎月本当にそれおっしゃってますもんね。プレイステーション4だけになって本当にいろんなことができて、うん、それは本当にね、うん、いいですよ。もう映像も音も、うん、あの音楽も、まあ、あのタフロさんの、まあ、楽曲としては昔リリースされたもんですけど、実は全部あのちゃんとご本人が、はいはい、あのリマスターかけられてるんで、実は聞くとですねものすごい綺麗なんですよ。音は音の場面、昔の CD と比べても全然違いますよ、うんうん、音のクオリティもね、はい、上がってるということで、うん、おさすが達郎さんというね、ありがたいですね、うん、ね、はい、ということでご覧いただきましたドラマシーン2つ、お届けいたしました。ではもうここからは早速実機プレイの方にずっと参りたいと思います。はい、じゃあ坂本さん、お願いいたします。はい、いやちょっとこの背景がすごい嬉しい。どっから来るんだろう。ちょ待てや来ました。はい、今回ですねあのシリーズでおなじみ の, あのプレミアムアドベンチャーというモードで、主にカムロ町の新しい、はい、
新しいカムロ町ですね。わあ、セレナ。この辺りをですね。これニューセレナですね。はい、ママ元気かな、セレナのママ。ママいます。はい、ああ、ママいたら。そのセレナのママの声が、あのアルルの声と一緒なんですよね。そのさっきさんって。そうそう。それじゃ。じゃあ出てきますよ。これ初公開です。うわ、おっと。先行体験版というもので、あのここの天下一通りですね。この一角を遊べるようなものは、実際にこうプレイされている方もいると思うんですけど、実際今回はですね、あ、ちょっと今なんか見たことのある人がいる。ちょっと無視します。あれ？あれ？あれ今の？今の育ちですね。はい、でこっちの方とかなかなかこう行ってなかったと思うんですけども、はいはいはい、あの昔でいう駒劇前広場とかって言われてる部分ですね。新しくなってる。この辺りもですね、かなりリニューアルをされております。で今目の前にこうあのエネミー的なんですね。本当だ、赤い点が。無視して。SNS は、ね、そうですね、今右下に今回携帯が出てきますから、はいはい、スマホですよね。携帯じゃないです、スマホが、うんうん、はい、でマップもですね、まあ、一応シームレスマップというところで、はい、今までこうシリーズだとここでこう行き止まりみたいなものがいろいろあったと思うんですけども、うん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 、例えばですね、点線がね、そうですね、ミレニアムタワー、皆さんご存知のこのミレニアムタワーなんですけども、実際ですね、かなりこんなとこまで続いてんだっていうところです。おー、すごい。こういうとこ飛び降りられるんですか。おー、痛そう。痛そう。そうだ、今回そうだ、こういうのがあまりにも自由っていうのをついついこう、こっちの方にね、抜けられたりするんですよ。うわ、細かい、はい、じゃあ実際ちょっと敵と戦ってみましょう。はい、まあ、こうね、どんどん絡んでくるんですけど、今回もどこまでもこう走って逃げられるので、戦いたくなければですね、戦わなくてもいい。エンカウントした後でも逃げれるってことですね。で、こういうものとかも、これはもうシリーズならではの、はい、自転車をうまく使って倒す、ね、また器物破損になっちゃうからね。先ほど話題になってましたけど、もうやだ、壊し屋やめる私本当に。あとはバトルのモーションですね、この辺りもかなりこう一新されてまして、本当だ、今までこう固定なモーションでの戦いだったんですけど、はいはい、いろいろこう実際計算をしてですね、ここでパンチやヒットとかをうまくこうモーションを、まあちょっと難しいんですけど、モーションをブレンドさせながらですね、ちゃんと拳を敵のこう顔であったり腹であったり、はいはい、そういったもので計算しながらこうモーションをブレンドしてこう再生させてるっていうような、このあたり今まで従来なかった新しい。そうですね、はい、さっきもなんかちょうどお腹ら辺に攻撃がこう当たった時は吹っ飛ぶようになってましたもんね。で階段の上とかでもですね、いろいろこう投げ技が変わったりとかですね、いろいろこう地形もかなりこう正しく取ってまして、今光ってたのロッカーの鍵かな、なんか、あ、よく気づきましたね。ありますよね、一瞬ね。こういうところから飛び降りたりもできるんですけども、うん、これすっごい高いところから飛び降りてこう、はい、ルーゲームオーバーみたいにはならない。ですね、まあ、カムロ町の中ではですね、落ちて、即死するような高さではないんですけども、うん、はいはい、あの物語を進めていくとですね、かなり高所で戦うようなバトルステージがあるんですけども、はい、そういった場所がですね、落ちたら死ぬような場所もあります。あ、あるんだ。落ちたらゲームオーバーになるんだ、はい、で今回のバトルでですね、アルティメットヒートモードっていうモードがありまして、はいはい、この、 あの左の弾3つ溜まってるのありますよね。これ今までの俗に言うヒートゲージなんですけども、うんうんうん、これが溜まった状態でですね、R2 ボタンを押すと強化モードみたいになるんですね、はいはい、でこの強化モード中に行えることがですね、バイクであったりとか、はい、あのすごい重たいもの、普段じゃ持てないような重たいものを投げたりとかですね、アルティメットヒート状態での専用の必殺技みたいなものも用意されてて、うんうんうん、活動してる段階でですね、攻撃力とか防御力とかが相乗的にこう全部アップするんですけども、はいはい、今回のバトルの肝はですね、そのアルティメットヒートバトルをうまく使って、ここであの使いながらボス敵を倒すであったりとか、うんうんうん、そういうあの自分で任意にこう発動しつつ攻略するような、まあ、なんかそういう要素がバトルの肝
基本筋といいますか、やり込み要素になっています。でもあの左下のマップだけでも細かいのがたくさんありますね。そうですね、はい。これはちょっと探索するだけでも楽しそうというか。はい。でですね、じゃあスマートフォンの説明をじゃあ軽くしましょうかね。で今回あのスマートフォン、あのいろいろあのトレーラーであったりとかで説明してるんですけれども、うんうんうん、一番大きく分けるとですね、能力強化とかがですね、このスマートフォン経由でこう強化できると。で経験値が今回5種類ありまして、はいはい、これをですねゲームを進めていくと、手に入っていくんですね。それをこう任意にこう好きなようにこう振り分けられると。で例えば体力だけをいっぱい上げて、はい、やられにくくしたりとか、うんうんうん、本当にこうパンチだけをこう強化して一撃必殺にこう命をかけるであったりとか、そういうあの育て方がですねいろいろ変えられたりします。であとヒートアクションもですねこういう感じであのいろいろ経験値を貯めたらバンバンこういうふうにあの増やしていける。じゃあ、はい、今まで以上に自分好みのキャラクターにかなり、そうですね、振り切ることができる、はい、ってことですよね。でですね、はい、今回の成長ですごく重要なのがですね食事、はい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 、食事なんですけれども、先ほどこう見ていただいたらこう5種類の経験値の右にこう胃袋みたいなメーターありますよね。これがですね今回の胃袋ゲージって言われているもので、はい、ご飯を食べるとこれが増えてですね、はい、戦ったり移動したりするとこれが減るんですね、減っていくんですけれども、はいはいはい、空腹状態の時に、例えばこの富士そばなんですけど、いらっしゃいませ。ここで、まあ、ちょっとお腹まだちょっと膨れてますね。74ですね。はい、でこう選ぶとですね、はい、こう胃袋ゲージが増えてですね。あ、増えた。はい、でこう好きなものを食べると、まあ、これギリギリですね。はい、これちょっと。これ140以上になるとうっとかなるってことはないんですか？あの体力は回復するんですけれども、はい、超えた部分の経験値が手に入らないっていうデメリットがあるんで、食べ過ぎるとあまりこう成長に良くないって感じ、うんうん、だから適度にお腹を減らして、お腹が減ったら、食事をするというのが基本成長路線という感じになります、はい、割と経験値が、そうですね、で食べ物によってもこれ見ていただけると、まあ、いろいろこう変わるんですね。何がこう増えるかっていうのもですね、項目によって変わっているので、これも先ほどのその成長の、次これを成長させたいなっていうものに合わせてですね、いろいろチョイスしていただくと。なんかすごいストイックな食生活になりそうですね。いや、まあそんな細かく意識しなくてもざっくり何でも腹いっぱい食えばいいっていうのでだいぶ設定してあるものはね。はいはい。でじゃあ今回はカツ丼とカレーライスを食いますね。いやでもこういうのでもこだわりたくなっちゃいますね、はい、せっかくできるからね、うん、気に入ったぜ、カレーライス、米大好きって言ったら食事ボーナスがあるの。本当だ、はい、炭水化物炭水化物みたいな感じですからね、はい、これあのいろいろあのショップというかあのご飯食べるところではいろいろこう隠れたボーナスがあるので、それもですね組み合わせでこう見つけていただいて、ボーナス手に入るとですね、まあ食事のボーナ、経験値のボーナスも入るので、そういうのですね積極的に見つけていただいて、ちなみに経験値はあのいろいろ入手方法があると思うんですけど、あの例えばこの敵倒したらこの経験値だけとかいろいろそこら辺はばらけバリエーション飛んでる感じなんですか？基本的にこう街中歩いてるエネミーに関しては一通り平均的なものがあるんですけれども、あとはこうプレイスポットによってですね、こうさっきの5つあったこの経験値の例えば緑色の部分が多いであったりとか、サブストーリーをやるとこの経験値が多いであったりとか、メインシナリオのボスを倒すとこうであったりとか、そのあたりをですね系統がいろいろ仕込まれています。なるほどな、細かいな、楽しそう。であとですね、まあ、これ一応主観モードですね、今回いつでもこう主観モードで一人称視点でこう遊べる、このまま走ったりもできるんですけど、こういったところがですね地味にこう今までやってなかった感じでこう何でしょう、あ、そうですね、このマップの作り込みであったりとか、本当にこう自分の目線でこの街を歩いているような感じで楽しめると思います。新鮮、すごく新鮮。
今思いっきり OL さん。あとこれカメラモードですね。これあのさっきのエクスペリアの向けるとなんかちょっと、あ、本当だ、一丁前にちょっとポーズ撮ってるおじさん、はい、なんか後ろピースしてる、女の子もピースしてるんだけど、はい、撮ってあげましょうっていう。街の人こんなにあったかいのかな、本当に。なんかあったかい人でしたね、うん、リアルな世界よりすごい神室町の人あったかいと思うよ、本当に、はい、あったけーよ神室町、本当に。じゃあですね、先ほど、まあ、食事の流れもご説明したんですけども、はい、今回プレイスポでライズアップですね。あ、出た。ライズアップを、はい、一連の流れでですね、あった、軽く説明をさせていただきます。ライズアップはですね、先ほどご説明したあの成長の経験値で一番かなり重要なプレイスポットになってますので、まあ、実際製品版でもですね、ライズアップにこう通って、キリを強化するというところがですね、かなり有効な。でもなんか確か先月かな、名越さんライズアップのこと聞いたら、本当のライズアップだと結構食べ物のね制限とかあるけど、うん、はい、ゲーム内だとそんな制限は ね、まあ、ねないみたいな、自分で決められる。そう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 、あ、頼む。ではトレーニングルームへ。何のトレーニングするんだろう、うん、それでは桐生さん、どのトレーニングを行いますか。さあ6種類あるんですけれども、おお、すごいなこれ。あ、本当だ、強化できるのが書いてあるんですね。はい、じゃあまず王道のベンチプレスからいきますね。こいつを頼む。かしこまりました。爽やか。それでは準備いたしますね。気合い入れていきましょう。ああ、いい、これこれ L1 と R1 をこう制限時間にこう何回こう上げられるかっていう、軽いミニゲームになってるんですけど、うん、L1 と R1 なんですね。こ、はい、の調子です。今坂本さんが必死で片手でこれちょっと見せらんない感じですけど、はい、ちなみに坂本氏は人差し指と薬指で右手でやってますね。エリチャレチをしてますね。いいですね。指鍛えられそう。お、 S、 さすがです。6回。では桐生さん、次はどのトレーニングを行いますか。これで経験値が入ってるってことなんですね。そうですね。であと実際1回の、ライズアップ通うとですね、2個トレーニングをする必要があってですね、はいはいはい、これを頼む。かしこまりました。でこれ2個目ですね。それでは開始です。お、これはラットプルダウン。素晴らしい。これは L1 と R1 をですね、こういう風にゲージに合わせてタイミングよくリズミカルにこう押す。回数進むとどん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 こう短くなっていくんで。素晴らしい。一番下のこの赤いとこで止めるってことですよね。素晴らしい。本当にこうやってる感じしますよこれ。この調子です。ちょっとこう。お疲れ様でした。そう、なんかちょっとゴルフゲームのようなね、はい、感じで。これにて本日のトレーニングは終了です。あ、評価とかしてくれるんだ。それでは評価の方ですが、完璧じゃないですか。おー、褒められましたね。でこの後ですね、褒められた。食事をしなきゃいけないんです。出た出た出た。もうさっきすごいカツ丼とカレーっていう、多分さっき食べたんですけど、これライズアップ行くとですね、空腹になります。やっぱりこう鍛えてるんで。わかった。それではこのトレーナーさんは実際にいる方なんですか。ね、ですね、あのモデルはかなり似てる方を似てます。声はちょっと違う声優さんなんですけど、はい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 、ちゃんとアドバイスもくれるんですね。あ、また SNS もなってる。今ちょっとメール来たんで、先ほどの、あ、来た。カルシウムとタンパク質が取れる魚、丸ごとバリバリ食べれるやつがいいですと。今回これを食べてこいと。あ、食べてこいなんだ、はい、これで。トレーニングした後に食事がワンセットになってまして、このトレーナーの言うですね、はい、食べ物を食べないと怒られる。完璧評価ではない。あ、食生活までちゃんとやってなんだね。てかスタンプをくれるんですね。今回ですね、送れますよ。え、どんなスタンプあるんですか、見たい。多分この人に送っても反応をあんまりしてくれないと思うんですけど。あ、可愛いスタンプ。私、龍が如くのスタンプ、即ダウンロードしてずっと使ってますからね。あ、ありがとうございます。ですね、これ、何だと思いますかっていうのは、まあ、若干クイズ形式になってまして。なるほどね。
私答え知ってるんですけど、うんうんうん、アルプスマン細かく言うと、いやでも面白いの、そのメニューも探すというね。そうです、あれです、間違った食べ物をやっちゃうとまず総合評価が変わる、悪くなるという感じ。あ、これ器物破損完全にお店の看板完全に手間取らせよ。そう、コメントにも書いてありますけど、今回敵が逃げられる、そうですね、ということでね。そうなんですよ。あ、悲鳴が。じゃあちょっと先ほどの答えの、はい、食べ物を今食べに行きます、ね、すごい、さっきカツ丼とカレー食べちゃったけど、なんかコメントに、なんか富士そばフリークの人来ましたけど、ああ倒れちゃった。でも逃げれはするんですよね。そうです。カズマで倒します。あ、出た出た出た。そう、このモードがね、なんか普段持てないものを持てるっていうの。車とかはさすがに持てないですよね。車はさすがに。あー出た出た出た。どこまで持てるのかちょっと試してみたくはなりますね、うん、綺麗、美しい、うん、時間食っちまった、時間食っちまった。そうだ、自動販売機で飲み物も買って、あの体力回復できるって。そうです ね自動販売機の場合はですね、いろいろこう、あのブースト機能みたいなのがありまして、ブースト、はい、はい、例えばこの濃いお茶は防御力がこう一定時間上がるであったりとか、はいはい、ダッシュできる時間が長くなるとか。あ、それちょっと地味に嬉しい。そうですね、うん、でこのバトルの経験値がブーストされるであったりとかも、こう飲むとですね、その期間中バトルをするといつもより経験値が多い。左上に EXP2 って書いてあるんですけど、はいはい、これとかあの2回バトルしてる間は経験値が上がるっていう、そういうあの、ステータス効果が。安い、これずっとカフェモカ飲んでることになりそう。いろいろこう、何目的に合わせてですね、飲み物もですね、いろいろこう選ぶといいですね。あ、夜の時、あ、もう体力、うん、あの胃が5に減ってますね、はい、ライズアップ行くとですね、減りますね。あ、そっか、運動して動いたりすると減るっておっしゃってましたもんね先ほどの答えはですね、子持ち死者もですね頭からバリバリ食べれるお魚、はい、実際こうスマホでこう食べてるの撮影してる真面目だな、キリオさん毎回思うけど真面目だよ、本当に。写メ撮って送んなきゃいけない。ありがとうございました、はい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 、これ食べましたっていう。そう、もう早速メール来ました。あ、早っ。あ、チャレンジ結果、はい、発表してくれるの今のが合ってたかどうかっていうのですね。すごい悪いリスナーが多いよ、隠れて飲んじゃうよとかいうコメントがあれ実際あの子持ちししゃも以外をですね、はい、食べてしまうと怒られますね。怒られるの、やっぱり。違いますって言われます、ね、細かいところまで。ちょっとライズアップ全体でミニゲームみたいな感じになってるんです ね面白いね。ちょっと無視してみちゃいます、うん、でもこの、 あの左上のカフェ、これでさ、カフェモカのあれは時間で切れないんですね。これは回数ですね。今飲んだのはバトルの回数で、効果が持続するタイプのやつを飲んだので。ちなみに重複はするんですか。ですね、飲み物に関しては基本一番新しく飲んだものがこう反映される。なるほどね、そんなうまくはね、もちろんいかないですね。安いんでね、うん、70円とかでしたからね。ありますけどね、自販機でそれが安い飲み物。うん、確かにたまにね、ありますね。さきました。いらっしゃいましたね、キリュウさん。それでは今回の食事評価ですが、なんて言われるんだろう。あ、来た、見事正解です、うん、そう、今当たりましたね。無駄のない料理です。私たちもししゃものように無駄のないボディになりたいです。何を言ってるんだ何を言ってるんだ、キリュウ急にえ、でこれが総合評価で今回のライズアップチャレンジはこうでしたという説明です。いや、いいよ、キリュウさん、そんな。これ全部 S ですね。すごい、さすが、さすが俺たちのキリュウちゃん。テカテカになってますけどね、体。素晴らしいです、キリュウさん。食事もトレーニングも完璧ですね。
これで今回のライズアップチャレンジは終了ですね。お疲れ様でした。よかった。いやなんかあのビフォーアフターのビフォーの時の桐生さんがちゃんと猫背でこうしょぼーんとした顔してるのがわざわざやってる感じ。再現とか、いやもともとねムキムキだけどね。そう。あとですね、先ほどからこう SNS というふうにいろいろ着信来てるんですけども。はいはい。あ。これがですね、今回ちょっと新しいあのミッションみたいな形でですね、なんだろう、街中を歩くとですね、こういう感じであの助けてくれみたいなあの SNS がバン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 こう受信するんですね。で今これちょっと時間経っちゃってあの別の SNS を待つんですけど、この辺りとかあの地球拡散希望、誰かトイレに、あ、今自分公園のトイレにいます、紙を持ってきてくれ。で今桐生が分かった、助けに行く、待って。いやいやいや桐生さんいいよそれは。でもこれ自宅するとトイレの男を助けろっていうのがあるんです。これがあのトラブルミッションという形でこうリアルタイムでこうミッションが発動して、それを自分でこう自宅するとですね、はいはい、その現場に行くと。で今トイレだとここなんですけど、あ、本当だ、ここにですね紙を持っていかなきゃいけないんですね。ただですね、今残念ながら私も紙持ってないような気がするんですけど、買いに行かないと。あ、一応持ってました、ね、あ、持ってた、ポケットティッシュ、はい、これを持ってるとですね、その人を助けられる。ちょっと現場に行ってみます。優しいね、本当に優しい。あ、ここだ、はい、ここでなんかいるんでしょう、ね、紙がないんです。紙がないわい。どうした。それが髪がのうて、こんな仲間たちするの。これいや本当ここもフルボイスっていうね、うん、はい、本当に髪がない場合もフルボイスです。そう、これです。ありがとうの、まあ、どうやってあげたかはちょっとあげて投げたのかな、上からね、ポイってはい、トラブルミッションですね。まだまだ他にもですね、あ、今の人の名前がトラフルさんっていう名前、あのトラフルさんっていうトラフルなんですけど、あ、トラフルなんだ。この人がですね、まあ、いろいろこう街をこう助けてあげる、SNS みたいなものを開設したっていう一応物語。なるほどな。で、あのトラブルミッションはですね、これ以外にもですね、例えばこうラーメン屋の配達を頼まれたりとか、キレがお金持ち持ってそのよくわからない写真を目当てにあのラーメンを届けたりとかですね、あとはこう爆弾魔みたいなのが鴨室町にいてですね、怖い、爆弾を仕掛けたって言われたミッションを時間内に爆弾を探してそれを解除しなきゃいけなかったとか、今みたいにちょっとトイレでこう困ってる人を助けるものだけじゃなくてですね、はいはいはい、結構あの危険なと言いますか、本当にこうおっかないトラブルみたいな感じで、ね、うんうんうん、どん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 こう連作ものみたいな感じで展開されていくので、はい、サブストーリーみたいにこうかっちりとした物語ではないんですけれども、うん、こうなんでしょう、こう呪術つなぎでこう、うん、はいはいはい、どんどん新しい、それどうしてもね、僕はやりたかったんですよ、シームレスになったんで、はい、その時間っていうもののね、あの感覚がすごい今回は分かりやすく体感できるんで、うんうんうん、どれぐらいでどこに行かなきゃみたいなのを、はいはいはい、ちょっと緊張感のあるミッションっていうのを、ね、うん、ちょっと増やしたかったんです。あ、アルプスだ、うん、そうですね、これはアルプスなんですけど、いつもの、うん、いつものアルプスなんですけれども、この奥にですね、行けたりとかですね、おお、今までこんなとこまで行けなかった、うん、何気にちょっと嬉しい。こういう裏路地でしか起きないイベントだったりとか、サブとかもあるので、うん、そうだ、しかもそう、こういう細かいとこも入れて、あとはしごとかも登れるんですよね、確かね、あるので、いろいろこう探索する要素もですね、いろいろ増えております。なんかもう、今まですごい慣れ親しんだ神室町だけど、なんかもう違う街のように見えてくる不思議、いろんなとこに行けすぎて、ちょっと時間も迫ってきた、うん、プレイスポットですね、ゲームセンターですね、あ、クラブセガ、クラブセガ行ってみましょう。で今回あのゲームセンターですね、2店舗ありまして、はい、まあ、ここの
中道通り店でですね、バーチャファイター5のファイナルショーダウン、ファイナルショーダウン、あとぷよぷよですね、ガースでます。でもう一個、あの駒劇前の方がですね、あのレトロゲーム4種類があるんですけどね、うんうん、それだけでもかなりこう、これ本当にそのまま遊べますんで、うん、いや、どんだけ贅沢ですか。かなりこれ本当にお得と言いますか、うん、これ単体でも普通にこう本当ここからここから、はい、単体でも売れるんですけど、いや完全にまんまです、はい、まんま入ってるじゃないですかびっくりするぐらいの太っ腹な感じなんですけど、しかも 全キャラ使えるの、はい、私サラが好きなんで、まあ、そう、いいと、ある意味荒い仕事荒いいやいやいや、そんなことないですよ全部突っ込んだって感じなんですけど、いや、てか入るんですね、はい、入っちゃうんですよね。お、坂本サラ、いや、まんまです、まんま、まんまですよ。ファイナルショーダウン面白いからな。これしかもですね、コントローラー2個あれば 2P 対戦もできますし、あとですね、あれも、シェアプレイ使うとですね、フレンドとネット対戦できます。ネット対戦できるの すごいな。ちょっとずっとやっちゃうじゃないですか、それ。なんでこれだけでも買った方がいいと思います、本当に。なるほど、龍が如くがついてくる、ね、違います違います、違います、すごいな、これ。ここから放送見た人、わけわかんないよ。すごい。で、丸ごと入ってるのはちょっとすごすぎるな。あ、これ、ファイナルショーダウンもちろん全部入ってます。そうですね。キャラも全部入ってます。はい、で、ぷよぷよ。ぷよぷよはですね、じゃあちょっと一回中断します。はい。ぷよぷよはですね、今回あの、とことんぷよぷよみたいにずっと勝ち抜けするようなぷよぷよですね、はいはい、あ、なるほど、そちらはあの搭載してますんで、 あんまりこうちょっと時間もないんでやりだすと終わらないんですけど永遠にこうぷよぷよができるモードもですね、ぷよぷよがメインで買う人もいるかもね、うん、いるか、そんなに、どういうことですか、ね、すごいな、ぷよぷよもうばあちゃんも入ってる、ぷよぷよやります、ぷよぷよすごい下手くそなんですよ、一瞬でいいですか、はいはいはい、あ、しかも張り切ってるよ、いや今時こんなアーケード筐体の格闘のね筐体だけ並んでるゲーセンも珍しい、本当にいいゲーセンです、本当に、ぷよぷよエンジョイするぜ、あー本当に入ってる、参ります、これ龍が如く6ですからね、これしかもちゃんとボイスもキャラクターのボイスも入ってるっていう、一瞬ね、なんかボイスはもしかしたら ないのかなって思ったけど、ちゃんとそこもちょっと困りましたまあまあまあ、もうなんとなくでできるっていうのが、ぷよぷよは対戦はぷよぷよです、とことんぷよぷよってモードがあるんで、はいはい、基本的一人プレイでですね、黙々とやる感じですね、うんうん、大丈夫です、もう盛りだくさん、はい、まあ、ゲーセンから入るとこういう感じにこれ倒すとまた次のライバルが、はい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 、これだけでもですね、ずっと遊んでられるようなモードになる、すごいなボロが出る前にやめていいですか、いや、もういや大丈夫です大丈夫です、もう盛りだくさん、今、いや今ので下手だってなったら多分分かると思うね、バレましたお、うん、ちゃんとね、こういうシェアプレイ用のね、下手だったってすげえ書かれてるんですけどいやでもちゃんとあの階段積みしようとしてる、こう、ね、変理はありますから、触りだけはねやってみたんですけど、そう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 、はい、すいませんでした、いやでも龍が如くといえばミニゲーム楽しすぎてこうやめられなくなっちゃって、何してたんだっけなって毎回なりますからね、あのいい意味でね、うん、そうそう、ずっと出てこれなくなっちゃうんですよ、キャバクラやら、ね、ゲーセンやらね、みんなそう、だいたいバッティングセンターやら、ちょっとあの専用ミニゲームのですね、復帰はちょっとあのロードがかかってしまう、うん、まあ、丸々入ってますからね、そうなんですよね、うん、じゃあ時間的にどうしましょうか、ね、さあカラオケ行ってみます、お、カラオケに行きますか、今回のカラオケもですね、まあ、一応トレーラーでは一応お伝えはしたんですけども、はい、実際に実機プレイでですね、かしこまりました、いや分かる、コメントだらけで私もまたぎやりすぎた、それではご案内いたしますね、いろいろあるよね、みんな
あ、クレーンゲームはなくなっちゃったんですからってコメントもありますけど、あの今回ですね、UO キャッチは、はい、あのなし、入ってないんですよね、はいはい、まあ、十分でございます、はい、あ、タクシードライバーも面白かったですね、これあの、うん、TGS の体験版でも搭載してた新曲ですね、はい、うん、お、新曲一人で熱唱します。カムロ町でもこうやっていろいろ変わったので、うん、まあ、プラスね、この道も新しいロケーションと、ね、新しいゲームがいっぱいあるので、そこら辺を期待してほしいなと。だけど寂しいね、一人でからえ、今でも、ほら、なんだっけ、人から一人からけはありますからね、流行ってますから。でもあれ狭いところでよカップでホテルみたいなところでだいぶ広い。いやでもこう全力でやる桐生さんがやっぱ素敵、合いの手とかもねすごい毎回張り切ってらっしゃるから。さっき の, あのスマホでカメラ撮ったりやっぱり楽しそうだったですね。楽しそうでした本当に。でもいろんなところでいろんな撮り方を試そうってんですよ、うん、そう、あとこの人にカメラ向けたらどうなるのかなとかいうのもいろいろ気になりますよね。試して面白いゲーム、うん、今回もそうですね、ここ行ってみたいなとかね、いろいろありますからねそれもどこまでやるかとか、まあ、さっきのライバルもそうですけど、うん、別にそれをね竜王とかやれるところは深いし広いんだけど、どこまでやんなきゃっていうのはまあ自分次第っていうのが、うん、このゲームのいいところなんで、うん、まあ、そうですね、決して、うん、難しく面倒くさくなったとかいうことは全然それはないのでね、そこは安心してほしいなと思います、うん、お、ちょうど終わったところで、そうなんです。だから、ね、そこばかりやってる人もいればそこほぼスルーしちゃう人もいい、うん、どうしても、うん、もっともっとやりたいっていう人もいますしね、うんうん、ざっくりやりたい人もいるし。お、93点29失敗してしまいました地味にね、地味に失敗して大丈夫です。高い方ですよ、うん、ご利用ありがとうございます。いやー、もうこれだけ見ただけでも本当にどんだけ遊べるんだろうっていうね、うん、ワクワクが、まだまだ一部ですこれも、はい、まだまだ一部、はい、本当はもっと お伝えしたいんですけどちょっと時間的にもちょっと今回が限界かなという、はい、いやー、はい、面白そうで、ね、みんなね、どうでした皆さん見てる限り、ね、あ、結構海外勢の方もなんかね、いらっしゃるみたいで、英語でなんか打ち込んでくださる方もね、アベマの方でもね、ありがとうございます。わーね、皆さんいかがでした？早く欲しい、はい、めっちゃ面白そう。カラオケランキング、エツコ絶対いるとかねね、エンジョイしてる、大満足。あ、広島もあるんだよなっていう。そう、広島は忘れないです。そう、新しい遊びはそっちの方が結構多いですから、はい、多いです、うん、はい、ということでね、次期プレイお届けいたしました。坂本さん、次期プレイありがとうございました。ありがとうございました。さあ、名越さんすごいですね、やっぱりもう。いや、これで本当に具体的な期待がこう、ま、もっともっと高まっていくんじゃないかなと、うん、信じたいです。そうですね、猫に騒げるの楽しいですよ。そうだ、尾道の方は猫のミニゲームが結構、ね、また今日以外にもまたセガ生もあるし、またいろいろお届けできる時があると思います。はい、楽しみにお待ちください。では続いては龍が如く6、命の歌に関するさまざまな情報をお伝えしてまいります。じゃあ名越さんから、とある発表があるということならで、はい、お願いします。じゃあですね、まずですね、発売日は12月8日になりましたけども、その前日の12月7日に龍が如く6、命の歌、完成披露会を行いたいと思います。おー、はい、はい、でですね、まあ、実際完成披露会自体はかなり豪華で、うんうん、内容まで言っていいのかな、どんな感じなのか。本当？お？じゃあ少しだけでも、まあ、新宿で、はい、行ってですね、はい、今回キャスト様すごい豪華ですけど、うん、一応全員が今回は来られますんで。お、全員、はい、でこれを言ってへーっていう感じかもしれませんけど、その豪華な会場に今回、まあ、6にちなんでじゃないですけど66名様限定でユーザーの方に、ご招待をいたします、はい、え、ユーザーの方すごい、
ないです。だってたけしさんから小栗さんからマキさんから、はい、そうそうたるメンバーが全員が、はい、一応あの仲がない限りは、はい、一応来ていただけるはずなのですごい66名限定でユーザーの方々ご招待、これみんなすごいよこれ、はい、ぜひ応募は後でしていただきたいなと、はい、でまあ当然、トークショーもありますし、はい、あの新しいプロモーションの素材なんかも出てきますんで、うん、はい、楽しみにしていただきたいなと思います、はい、一生かかってもそんな豪華なメンバーに会えることは多分ないんですよね、本当にね、なかなかですね、うん、映画とかでたまにね、なんか試写会とかでこう会ったりもしますけど、はいはい、うん、うん、はい、ということでね、こちらの完成披露会なんですが、うん、今から応募を受付いたします、はい、上コメントの方に、応募受付ページのリンクが出ております、うん、はい、こちらですね、ニコ生は、リンクが貼ってあるんですが、アベマでご覧の方はですね、竜ごとく公式サイト、公式ページの方をご覧ください、うん、ということで、応募要項等々はこちらの方でご確認の方をお願いいたします。ぜひ7日空いてる人は応募してくださいね。あ、そうですよそんな豪華なの、いや、そん大丈夫ですよ、さすがに来ますよみんな、はい、ね、そこはだって66名限定ですからね、うん、はい、ということで皆さんぜひ応募の方お願いいたします、はい、まあ、ちなみにその披露会は、うん、まあ、そのトークショー、うん、プロモーション映像公開、はい、まあ他にもなんかこう、まあ、放送あるんですかなんていうのは、まあ、多分それは披露会だけですよね、うん、披露会は多分そうですね、うん、そうですよね、それはそこだけの限定ですからね、まあ、後になってみないと分かんないですけど多分、はい、うん、うん、はい、行くしか見れない感じになっちゃう、そうですね、なので絶対来ていただきたいというね、まあ、感じの内容でございます、はい、はい、そしてまだまだ告知がございます、うん、11月19日、20日に行われます、セガフェスに関する告知です、うん、はい、11月19日20日ベルサーラ秋葉原にてセガグループ初の共同イベントセガフェスが開催されます、セガグループ各社の魅力的なコンテンツが集結するグループ初の共同イベントとなっております、各社の主要コンテンツの最新情報をお伝えするステージや生配信企画、オリジナルグッズの販売やノベルティ配布など、様々な企画を実施いたします。セガファンの方はもちろんゲームやエンタメファンの皆様もお楽しみいただける内容となっておりますので、ぜひぜひセガフェスご参加ください、ね、詳しくは特設サイトの方をご覧ください、お願いいたします、ね、さん、みんな知ってくれてるかなと思ってね、セガフェス、ね、うん、実はセガフェス皆さん知ってました、まあ、ちょっとセガ生の方でもね一言告知しましたけども、はい、そうなんです、まあ、その中身でも、番組の中でも、あ、セガフェスの中でもか、はい、はい、あの、また発表ごともやりますんで、お、はい、発表もございますし、ぜひ期待していただきたいなと。そうなんです、それだけじゃございませんよ、うん、なんとセガフェス内の生放送企画といたしまして、龍が如く548時間チャレンジもございますよ、うん、すごいですね。ちなみに、あの龍が如く6キャバクラ条約の5人、うん、こちらの5名による龍が如く5プレイ実況も行われるということで、さまざまな与えられるミッションをこなすという内容になっております、うん、あ、もう即応募してきた、ありがとうございます、うん、はい、そしてですね、セガ生、はい、いつもねお届けしていますセガ生もですね、セガフェス出張版と題しまして、龍が如くスペシャルが開催ということになっております。こちらはですね、11月20日、17時から18時20分までとなっております、こちらの方でも龍が如くに関する重大発表、そして最新情報もお届けします、はい、いや、48時間ってすごいですね、もう秋葉原が世界一色に長いですね、うん、うん、頑張りますでもなんかこうセガグループみんながこう集まるってなんかちょっと楽しそうですね。そうなんですよね、うんうん、本当にあの全てのセガなんちゃらとか、まあ、セガ関係の会社全てが、はい、何かのステージないしならし出し物を持ってですね、うんうん、あのやりますので、うんうん、フラット本当に立ち寄りに立ち寄っていただければなと思います、うんうん、そうですね、なんか今まで品切れになってしまったオリジナルグッズなんかもね、ここでもあるみたいなので皆さん、はい、ぜひぜひ来てください、うん、セガフェスよろしくお願いいたします、うん、さあということで、そろそろ番組もお別れの時間がね、まあ、うん、近づいてきてしまいましたけどもね、うん、もう一個実は発表があるんですよ。お、実は、あ、そうですね、はい、名越さん、じゃあここでお願いいたします。まだね、これをセガフェスでももう少し追加情報を出すんですけど、実は龍が如く、はい、実写のドラマを今作っております、はい、実写のドラマすごいじゃないですか。
なのでまあどんなものなのかっていうのはまだ実際僕も撮影現場行ってきましたんでですけど素晴らしいものが、はい、気合入ったものが多分できてるので龍が如く6中身はまだそれは言えないですよねそうですよねまあでも本当桐生一馬の最終章ってことで、まあ、さっきあのゲームプレイもそうでしたけど、はい、あのいろんなことができるゲームで桐生ちゃんをこうねゲームの中でも可愛がっていただきたいんですけど我々の方もさっきの発表会ももっともっとあのユーザー参加型の発表会ってやりたかったんですけどなかなかできないんです、はいはいはい、今回やりましょうっていう話だったりとかまたドラマなんかもね今までチャレンジしたこともあったんですけど、うんうんうん、もう一回それも復活させようよとかもう最大限で龍が如くを我々自身も応援しようという姿勢で頑張ってますんで、うんはい、ついてきていただければなというふうに思いますはい、はい、皆さん楽しみにね、うん、続報の方もお待ちください、はい、さあということで龍が如く6命の歌発売1ヶ月前、スペシャル特番でございましたねえちょっと皆さん見てる皆さんもいかがだったでしょうかちょっとねじゃ あの最後に一言ずつもねいただきたいと思います名越さん今日いかがでしたかね本当にこれで一部ですけどねあの気合のほどが伝わって、期待していただければなというふうに本当思いますんで、うんはい、まだまだ1ヶ月あるんでいろいろ伝える機会が少しはあると思いますけど、うんうんうん、ぜひ予約してください。はい、そう予約ねしてください。はい、いやお腹いっぱいなんてコメントありますけどまだまだですからね。まだまだ本当にジムですからねもったいないというかね。はい坂本さんいかがですか？はい。ちょっと今日時間の都合上本当に一部しかちょっとお伝えできなくてはい。なんかちょっともどかしい感じがまだ残ってるんですけども。あの実際ですね本当久しぶりのナンバリングっていうところで、うんまあ、先ほどお伝えした PS4 のこうスペックならではの良さだったり、はい、あとはそのやり込み要素をですねこちらの方もですねもういろいろなプライスポットにかなり仕込んでますんで、うん、あの今までのシーズンの中でもですねかなりこう深く遊べるような仕立てになってますんでぜひ予約をしていただいて、うん、桐生一馬の最終章をですねそうなんですよ楽しんでいただけたらなと、ね予約しなくても別に遊んでいただければまあね、まあでもできるならせっかくだからね、もう手に入らなくなったかなったら大変ですからね。いろいろ特典もいろいろ揃えてみたいなんで、はいうんうん、ファミリーマートでこう見たりとかなんかいろいろね、はいはいはい、あっちこっちでやっぱ気になるんで ね、ポスター貼ってあるとスーって行っちゃうんですよ、ね。ここなんだっけとか言って、うん。いやでもね、キユカズマ最終章ですから、はい、ねえ、だちょっとほらみんなこの間セガナマの時もね。龍が如く最終章なんかなんてコメントありますけど、ね、あの桐生一馬最終章っていうね、名字ですからね。でもね、彼の最後を本当見届けてあげてほしいなというふうに思います。いや本当ですよ。うん、はい。最後に、今日のお二方から視聴者の皆様へのメッセージをお願いいたしたいと思います。うん、じゃあ坂本さんからお願いいたします、うん。はい。いよいよ発売まであと1ヶ月というところでですね。まだまだあのちょっと、お伝えきれない情報もこれからどしどし出てきますのでぜひそちらの方の情報もね追っていただいてですねぜひともあの年末年始にかけてですねあの龍が如く6の方、ぜひプレイしていただきたいかなと思っております、うん、よろしくお願いします、はい、坂本さんありがとうございます、ね、さあそして名越さん、はい、メッセージそういえばあの言い忘れたんですけど、はい、まだ達郎さんとお会いしましておお実は対談をいたしました。はい、あれ雑誌の名前言っていいのかな。お、あの実はファミ通で、はい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 、はい、達郎さんと対談企画がありました。達郎さんがファミ通に、はい、なんていう贅沢な、はい、あのイブでファミ通に出ますので、はい、楽しみ。これもちょっと非常に面白い。実はゲーム大好きな方なので、はい、結構 ゲームのちゃんと対談になっております。おまあ音楽談義もありですけど、はいはいはい、そういうのもあったりしてですねすごい僕自身すごい盛り上がってるんですけど、はい、まあそれもそうですけど、まあ、本当に中身は、濃い素晴らしい作品になったと思ってますので、うん、ぜひ注目し続けてようかぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、12月8日皆さんよろしくお願いいたしますということで龍が如く6命の歌発売1ヶ月前スペシャル特番これで終了となります、うん、ぜひ皆さん発売を楽しみにお待ちください。そして、まあ、引き続きねセガナマ等々でも新情報出ると思いますので、はい、引き続き続報の方楽しみにお待ちください。それでは皆さんまたお会いしましょう。さようなら。ありがとうございます、うん。